ですね、私からもちょっとキャプテンさんに100万円的中、ありがとうございます、お届けするためにちょい足しキーワードを発表したいと思います。頑張ってくれたんですね、はい、はい、ビクトリアマイルの細かいことは気にしないちょい足しキーワードこちらです。はい、まず一つ目が、あるぞディープインパクト1、2、3、はい、そして、年明け 1、2戦目の馬、そして、関東馬の460キロ未満と500キロ以上の大型馬枠戦、この3つです。まず関東馬の460キロ未満か、はい、はい、そうです、はい、まずあるぞディープインパクト1、2、3ですが、今年のビクトリアマイルディープインパクト3区がなんと18頭中10頭出走しています、はい、東京の芝 1600m コースの3区成績はまあ抜けていますので、ディープインパクト3区の上位独占はあるぞという感じですね。まあそうですね、うん、ディープインパクト3区以外だと本当レッスン車ぐらいですもんね、人気どころで言ったらね。そうですね、はい、お二人の本命もディープインパクト3区ですし、はい、そうですね、ほとんど、うん、本当にワンツースリーは半分以上ですね、はい、基本的に人気そのディープとか来るんですよね。なあ、それはありますよね。なるほど、東京特別レースも関西馬が3、4と来て、うんうんうん、で、3、4番手の馬が来ちゃったりとか、ね、なるほど、関西馬の中でもね、そこ書いて、そう、それよくあるからね、うん、人気そのディープは怖いですねそうですね、ちょっと見といた方がいいかもしれないという感じはありますね、うん、はい、さあ、そして年明け 1、2戦というところですが、ビクトリアマイル過去の10年の成績で年内1戦の馬は6勝しています、はい、半数が3着以内に入っているんです、うん、そして年内2戦の馬も3勝を挙げ、12頭が3着以内に入っています、うん、なんでね、1戦か2戦ってことね、うん、はい、まあ、しかし、うん、あの年内3戦になってしまうと1勝しか挙げておらず、はい、3着以内にも3頭しか入っていないんですね、うん、年内3戦してるとってことですか。はい、そうです、はい、デゼルですとか、はい、まあ、ディアンドルが年内3戦にあったりですかね。デゼルも消せるのか、森がありがとうございます。森は消すなぁ。さらにですね、はい、関東馬の460キロ未満と500キロ以上の大型馬悪戦というところですが、過去10年で460キロ未満と、の関東馬は3着以内0という成績で、500キロオーバーの大型馬も2着1回のみとなっています。すごいできた。はい、ね、で460キロ未満の関東馬で言いますと、マジックキャッスル、マジックキャッスルうまいかな。そしてテルツェット、マルターズ・ディオサ、そしてスマイルかな。あ、なんか当たりそうなりますね。すごい、はい、ただこれね、グランアレグリアが496キロなんですよ。500超えるとそのデータに引っかかっちゃうのね。そうです、まあ、苦戦という。いやでも藤沢先生が本当よくね、ウィニケーバー見てるんですよ、はい、当たってないのに知ってるのに、おー、どうだったっけな。いやー、ダメでした、ダメだよなみたいな、分かってんじゃんみたいなね。あ、じゃあちゃんと絞れる。大丈夫、500キロ行きません。大丈夫です、大丈夫です。そうですね、500キロオーバーの馬は2着1回には入っているんですが、うんうん、そうですね、やっぱ小さい馬あんまり記憶で名前良くないですかね、うん、まあ、東京坂もあるし、うんうん、まあ、力勝負になりますしね、うん、はい、ということですね、うんうん、さらにですね、トライさんにもちょっとちょい足し情報を持ってきていただいているということで、ですよ、過去10年一躍の馬の連敗ゼロ。本来は一躍は有利なのに、このレースかけてね、違うんですよ。これね、3着ぐらいあるんですよ。あ、3着は2回あるんですね、うん、はいはいはい、やっぱり足を余すっていうか、追い出し遅れるのか、うん、逃げて3着粘るっていうケースもあったかな。どっちにしろ1番枠はあんまり良くないっていう、へぇ、マジックキャッスルもやっぱ追い出し遅れちゃってさ、まあ、来ても3着とかね。なるほどね、可能性高い。それは、うん、来ないとは言わないですけど、負けんげない来るかもしれないけど、ちょっと勝ち負け人気ほどちょっと、うん、信頼を受けない、うん、